コア。田舎館村は人口約8000人、青森県内で一番面積の小さい村です。この小さい村で弥生時代の田んぼの遺跡が発見され、それ以降お米を使った村おこしが行われています。さあ、私の目の前には田舎館村マスコットキャラクター、お米の妖精コメコメくんが応援に来ています。コメコメくん、ご覧ください、この機敏な動き、つぶらな瞳、右手に旗を持つだけでも大変です。まさに妖精。さあ、このコメコメくんを応援してもらいながら我々の演舞これから披露させていただきます。稲穂の芸術、田んぼアートの歴史とその感動を精一杯演舞で表現させていただきます。ご声援よろしくお願いします。